はい、それでは今回はですね、e フィットネスでやってるこのペアのボクササイズの動画を送りたいと思います。10分間の解説なんで、誰が見るんだっていう感じですけども、ぜひ暇な人は聞いてみていただけたらいいと思います。で、はじめはジャンピングロープと走り、で、これは必ずやってます。なぜかというと、大人になるとですね、走ったり飛んだりすることがメインのエクササイズになってきてしまいますよね。でも我々人間普通に動作として走ったり飛んだりっていうことが普通にできるっていうことがやっぱり理想なので、これは疲れるとか疲れないとかそういう話じゃなくて、ここがスタンダードで、大人になっても走ったり飛んだりできるようにするっていうコンセプトと、まあもちろん体力使うんでね、でそういった上でも、跳躍だったり走るっていうのはもうすごい基礎の動きになるので、そういった面で体全身を活性化する上でこの2つを結構取り入れます。でそこからですね、もうこの2人実はかなり長いです。多分 3,4 年ぐらいかな、ボクササイズやってるんですけども、ボクササイズの欠点っていうのは、スパーリングとかしないわけですから、とても技術習得が難しいです。特にミッドってなると必ず基礎をしっかり押さえてですね、で構えから間合いだったりとか、でやっぱ筋力をたくさん使いたいんで、絶対にこうマンネリ化するとボクササイズなんて本当にならないので、しっかり基礎を押さえて必ずジャブストレートだから必ず入ってくる。でこのガードとかもすぐ落ちやすくなるし、ウィンドウも開きやすくなるので、その構えのところからどういったパンチを出したらいいのかっていう、決して殴るってわけじゃないです。どこに力入れてどういう感覚で打つことで体全身というか使いたい筋肉を使うっていう、そういった意識を毎回毎回ですね、4年過ぎようが5年過ぎようが基礎をやり続けるというのはものすごく大事なんですよ。でここでは間合いを覚えてもらうということ、それをやってます。でここでもそうです。1人は走って1人はミット。で必ずジャブから入ります。どんな時でもなジャブをやります。でこの2人は僕の音を使うボクサーサイズにも出てる方々なので、オンビートで動いてしまう癖があるんですね。体のリズムを一定に刻みすぎちゃうっていう。それで音取りでやるマーシャルアーツの独特なそのリズムの取り方をしてしまうので、できるだけそれはしないってこと。一瞬でしっかり力を出すっていう訓練から始まります。例えばミットが出たらね、それに反応して出すとか。すごくこう表面だけの空打ちみたいなパンチ出しちゃうんですよね。しっかりドンとこう打ち込むですね、その練習を必ず一発目にやります。ミッドで重要なのはね、冷静さなんですよね。これ走ってるのゆったり走ってますよね。ここから少しずつ指摘を受けて走りがどんどん速くなる。このセットが大体1分ですね。1分やっては15秒か30秒間の間で入れ替えてっていうのをやります。でこの時は入れ替えてないのかな、1分ラウンドやったら15秒休んで、それを3セットやってるのか、で少しずつロングリーチで打ったりとか、で特にね、男性の方が癖があるんですよね、体の癖で。この方は軸がとにかく左にずれてくるので、そうこれでもね結構癖なんですよ。ボクササイズっていうかミット打ちとかやると、ね、左回りになってくるんですね、どんどん。そうすると左の軸が逃がせなくなって、軸にばっかり頼っちゃうというか、だから自分の正中線上、相手の正中線上で、拳を出すっていう、で股関節のトルクですね、当て足、ゴルフでよく当て足って言います。前足でこの絞る感覚、そんで股関節は改善してくると、それを受け止めるような感覚で、ストレートを打つ練習を入れています。女性の方がね、変な力みがないんで結構教えやすいんですね。こうやってやっても絶対にこう手が震えてたりぴょんぴょん跳ねたりしないんで、すごくやりやすいです。なんでコンビネーション進みやすいですよね。そう
フックがね難しいんですよね。フックってねこの肩の先から拳までそこだけで腕で打ってしまうので、その地面からの力でフックってこう後ろにこう乗って打つやり方もありますけどね。 OK、はい、そこからグラウンドワークに入ります。これはもうひたすら連打です。で結構ね今だいぶこう切りましたけど3セット4セットやってるわけですよ。結構ヘロヘロなんですね。なんでここではとにかく頭を使わないこと、シンプルにエネルギーを発散できることを選択します。だから今回僕もワンツーワンツーしかやってないですよね。でね、グラウンドのパウンディングってこうやらないですからね。はい、これ結構気に入ってます。でやっぱ股関節の使い方がこうねうまくないと背中が丸まったりする。でこれ分かります？肩先から肩が拳が肩に来るぐらいのパンチでしょ。これだとちょっとやっぱダメなんですね。連打するときはこの拳がね胸骨超えるぐらいまでこう引けて、そこから打てると運動強度が上がるんです。別にこれ MMA ファイター目指してくれって言ってるわけじゃないですから、バリエーションですね。はい、運動を長く継続するっていうのはねいろいろこう人によりますけどね。はい、いろいろこうバリエーションがあるとね続けやすいというか、あの選択が広くなるんでね。あ、今日やりたくねえなと思った時に、あ、でもボクササイズだったらやりたいなとか、そういう風になんていうのかな、ゼロじゃない頭の考え方ですね。それでこれ一回とやってみると分かるんですけど、テレビで見てると楽に見えるけど、やっぱり相手をこう止めながら膝を打つってかなりの、やっぱりやってない人には結構な技術力が必要なんですよね。はい、はい、これはもう連打と、はい、サイドからのこれもちっちゃいですね、動きがね、ちょん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 って。あ、これはいい感じですね。やっぱ右が強いんでね。そう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 、あ、いい感じですね。大振りでもうこんなの考えなくていいんで、ただ腰が丸いっす。あの別にね格闘技だったら逆にこれでもいいんですけど、やっぱりフィットネスのエクササイズなんで骨盤をしっかり立ててコアが安定してる状態で手を出すって、もう全然ダメですねえ、わかります？体を超えてこないでしょ。これがいいですね、ダイナミックね。もう腕がねもう振り上がってるところから落とすっていう、そうそう。ですっごいこれねソフトなんでね、ケツの部分のサンドバッグだから手首はあんまり痛める心配はないです。ただねこれね入れ替えてるでしょ、このスイッチングの速さもね股関節の切りをちゃんと教えてるんで、ちょっとこれができてないですね2人ともね。そう、うん、惜しい。ダダダダダダっていくでしょ、じゃなくてそれを、2歩でささっといってほしいですね。はい、左足を転換したら右にすぐ前に入る、次右が入って一発で入るっていう、股関節の切る動作も入ってます。はい、これいいですよね、ジャック。うん、実際にこう押さえてすぐ相手の横っちょに回ったりとかするんですよ。でこれまたパンチがね、あのおさわりパンチになってますから、全然これはダメージがないですよね。サンドバッグがへこまないっていうね、これはうちではおさわりって言ってますね。はい、これは両足が安定して、これね滑るからまたいいんですよ。拳がもう汗だらだらで押さえてるサンドバッグの部分がべちょべちょになってて拳が滑るんですよね。はい、緩いですね、こうなってくるんですね、足が擦っちゃうね。見てください、このパンチもう腹から出してください。これがねこういうのをぶち破っていかなきゃいけないんですよね。もうリセットしリセットして、わかります？でも何でもいいんですよ、フィットネスなんで。しっかり胸椎回して動くで気合を入れると、極めのパンチですね。これはもうあの聖火丹田とかを意識してねドンと落とすと、すごく、これ何言ってるかっていうと、しっかりまっすぐ手を走らせてくれる。はい、可動域が良くなってますよね。はい、そっからの可動域になるとこれぐらいしか打てなくなっちゃうんですよ。はい、だからどれだけ力が抜けるかっていうのもすっごく重要になってきます、ね、抜きからの入れ、抜きからの加速っていう、ちょっとよくなったかな。はい、あのぜひ皆さんもですね深く
考えなきゃいけない時間、技術習得するときは集中する、エネルギー発散するときは技術をこう考えずに動くっていうのも一つの手なので、たくさんね、このコロナに負けないようにストレス発散できる機会をぜひ作ってみてください。ありがとうございました。